最後の曲いきますが、袖に下がっておりますので一人ずつ呼びたいと思います。盛大な拍手でお迎えください。まずは、先ほどお話ししましたけども、歌は誰も叶いません。今回会長大滝義輝。職業看板店です。非常にね字が上手で、看板のご用名はどうぞ大滝看板店にお願いしたいと思います。それでは続きまして、平成18年の入会からねずっと大太鼓1本で打ってくれています、中村誠。血液型 AB 型です。どうでもいい情報ですけど、続いて、寡黙な、一番メンバーの中で寡黙な青年呼びます。仕事がねなかなか忙しいんですけども、昨日から、ステージ何ヶ月ぶりですかね、復帰戦で挑んでくれてますけども、ほとんど練習してないのにねスパッとできるんですね。だから多分メンバー一、才能の持ち主、天才なのかなと思っております。深澤徹。独身です。よろしくお願いします。続いて、デビューが昨年の10月でしたので、今月でねちょうど1年を迎えました。今ではねもう全ての曲、極楽太鼓の曲を打ちこなす、まあ本当に天才なんでしょうね。1年で全て覚えてくれました、荻原直樹。趣味は日曜大工です。今自宅の裏に小屋を建ててますね。器用でね、締め太鼓のネジがねダメになった時にネジも切り直してくれました。器用な男です。袖に下がってるメンバー最後になります。バンドを組んでドラムをやってましたのでね、バチさばき、すごいかなと思います。ここでさっき箱の時くるくる回したんですけども、誰も真似できませんね。このバチさばきは誰も叶わないと思います。杉田淳。今日酔ってないのでしっかりしてます。最後になりました。先ほどから喋っておりますけども、無口なもんで喋ってねごまかしておりますけども、本日 MC と地打ち担当でございます。裏柄の一郎こと五井野でございます。はい、球技全般ものすごい下手くそです。はい、それでは最後の曲お聴きいただきたいと思います。ほくら川太鼓の真骨頂、二段打ち。